皆さんこんにちは、神宮前駅東口接骨院柔道整復師の寺尾です。今日は太ももの裏の筋肉のストレッチを紹介します。で、とても寒い季節になってきましたので、体が冷えてくると、腰が痛くなったりだとか、体の不調が増えてきます。で、デスクワークの方だったりお家で仕事をする機会も増えてきたと思いますので、今日は自宅でできる太もものストレッチを紹介します。このように、椅子に座っていただいて、伸ばしたい方の足を前に出します。そして、背筋をグッと伸ばしていただいたら、手を前に出してこの指先で、膝を触っていきます。で、だんだん体をグーッと前に伸ばしていくと、ここの膝の裏から骨盤についているハムストリングという筋肉、ここの筋肉が伸びていきます。で、これを伸びているのを感じたまま、10秒ほどゆっくり伸ばします。この時の注意点は、反動をつけて行ったり、息を止めて力いっぱいやってしまうと、逆にここの筋肉は緊張して硬くなるので、リラックスをしながら息を吐きながらぐーっと伸ばします。硬い人はこの辺りで伸びてくると思いますが、柔らかい人は足首やつま先の方まで触れますので、ここについては個人差があります。ご自分の気持ちいいところでしっかり伸ばしてください。で、これを左右しっかり行います。体を伸ばして、指先を伸ばしてから足に沿って体を倒します。はい、今日はももの裏のストレッチを紹介しました。とても腰痛に効果的なストレッチなので、ぜひ行ってみてください。今日の動画はこれで終了となります。